追い詰められたリンゴスターはジョン・レノンだって殴る。皆さん、イギリスにあるこんなことわざをご存知でしょうか。私は知りません。皆さんこんばんは、カマンベール大好きです。乗せちゃえ乗せちゃえ乗せちゃえ。いい感じに温まっているようですね。皆さんに次見ていただくコント、そのコントを見た後に皆さんが足早に帰るなんていう事態にならないように私登場させていただきました。なぜ足早に帰らなきゃいけないのかって、実は次のコント1年生のみなんですね。怖い怖い、前代未聞ですよこんなことは。ねえ、それではそんな恐るべき怖いもの知らずたちを紹介していきましょう。佐藤美由紀、今回入ってきた1年生の中で唯一の女優です。こんな彼女ですが受けたいと思っています。佐藤美由紀、逃げ気には珍しいおしゃれさんなんですね。おしゃれさんなのに受けたいと思ってます。山崎康弘、演劇部に入った彼は重大な欠陥が一つあることが分かりました。それは滑舌が悪くて何言ってるか分かんないです。次のコント、お客さんが彼のセリフを聞き取れるかどうかが勝負です。こんな彼でも受けたいと思ってます。山本君、受けたいと思ってます。高島由紀、皆さんこんなおとなしそうな見た目に騙されてはいけません。こういうやつほど夜中子猫を半笑いで半殺しにしてます。ガンツでいうところの西君です。受けたいと思います。いろんな種類の1年生が集まってきた今年の逃げ気、皆さんお気づきの通り共通していることが一つあるんですね。それは全員受けたいと思ってるんですね。無理だよ。それでは皆さん、新入生コントマッチ売りの兄弟、どうぞご覧ください。あっ、先ほど言ったことわざの意味を思い出しました。キュウソ猫を噛む、キュウソ猫を噛むの意味は、分かった、忘れました。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。頑張れキュウソたち、猫を噛め。ライターの方が断然便利、マッチいりませんか。マッチいりませんか。スキルの意外と面倒くさい、マッチいりませんか。マッチいりませんか。一回使ったらただのゴミ、ゴミいりませんか。ゴミいりませんか。ライターどうすか、ライターどうすか、どうすか、どうすか、ライターどうすか、どうすか。棒マッチいりませんか。マッチいりませんか。売れないな。場所が悪いのか。いやいや、お前が悪いから。あ？ゴミいりませんか。あ？ゴミいりませんかってなんだよ。あ？ゴミ太郎に謝るよってか、お前どこ見てんだよお前。やべけ。お前のもんだよ。なんだよ考えた結果。ってよお前。お前らしっかりやれよ、ちゃんとマッチ売れって。真面目にやってんの俺だけじゃん。あんたもダメだよ。あんたもライターですって嘘言ってんじゃん。ライターでいいじゃん。諦めんな。大体なんで今時マッチなわけ。しょうがないでしょ。でも
本当に変なもの残してくれたよね。母さんの遺産は大量のマッチってありえないよな。文句言わないで売ってよ。もしちゃんとマッチが売れたらクリップ買ってあげるから。クリップ、ないよ。クリップ、クリップいいじゃん。マッチいらねえ。クリップ、ステンナ、ステンナ、ステンナ、お前